はい、皆さんおはようございます。本日はスーパーデュークRで出発しております。11月25日土曜日、キリリと引き締まった冷たい空気の朝でございます。なんつって、1ヶ月ぐらいも先の真冬並みの今気温になってきたということでね、一気に季節が進みましたけれども、今 9.5 度ですね。で、今日はね、先日行ったばっかりの、三ヶ穂スーパー林道のところにあるですね、峠のうどん屋藤屋っていうですね、昔一回行った、まあ結構人気のうどん屋さんがあるんですけれども、そこが復活したということでですね、ちょっといても立ってもいられなくてですね、冬になったらなかなかね大変なんで、あそこ行くの、まあ凍結とかも心配だからバイクで行くのは厳しいと思うんですよね。だからね、ちょっとラストチャンスかなと思ってね、ちょっと今日は行ってみることにしました。はい、じゃあ高速道路の東京方面に行く側にね乗るのは今年最後になるかもしれないですね。空いてる、土曜日、あ、土曜日とかはね、逆にあのトラック少ないからっていうのもあるよね。お、南大山とか山肌がすげえこう迫力ある感じで、空気が冷たいからよりこう綺麗に見える。今11度。これこのまま行って大丈夫かっていう気分になってきた。ちょっと11度、うわすごい。やっぱりこう本当にね、あのこの間もあの浮き上がって見えるみたいなこと言ったけど、この間よりすごいわ。空気が澄んで深井さんも見えますね今日は。で、奥白根山の方はもう雲かかってますね。雪降ってんだろうな。うわーすごい。さあちょっと休憩します。やっぱり疲れるわ。あったかい紅茶を持ってきてるんでね、紅茶でちょっと飲みながらトイレとして休憩をしよう。どっちだ、あ、バイクがいない。こんなにいいツーリング日和なのにね。11時40分休憩しました。あと1時間7分、12時49分到着予定ですね。さあ行くぜー。いや休んだから元気になったぞ。さあ腹ペコで峠のうどん屋でガツガツ食えるといいな。さあじゃあこの間は右に行った高崎ジャンクションを左に行きます。そして下仁田まで行っちゃいますね。この間は帰りに乗った下仁田インターまで一気に行っちゃうよと。あ、そういえば関越道、昨日のニュースで関越道で、関越トンネル通る人はあの冬タイヤ必ずつけるようにって天気予報で言ってましたね。あのトンネル出たら雪積もってるんじゃないですか。はい、1930円です。下仁田インター降りました。あと30分、奥村に向かっていきましょう。さあこの辺はね、いつも景色がいいんだよね。微妙に、微妙にっていうか、その微妙にっていうのはその止まって写真撮るほどじゃないんだけど、でもこう今紅葉とかもこうやってね見えるけど、この何、山の形とかもなかなかこう面白いじゃないですか。いい景色だなって思う、そういう感じのエリアですね。こことかもすごいね、このそびえ立つ岩壁。ここにこう結構紅葉した感じでね、これ光がまた当たっていい感じじゃないですか。ということで道の駅オアシス南木に到着。はい、到
とりあえず。はい、じゃあ峠のうどん屋富士屋に向かいますね。電話しました。大丈夫だということだったのでですね、向かいます。さあ、この塩の沢峠というふうにね、この道このまま行けばね、トンネル通ってすぐ着くんだけど、余計な道を通っていくぞ。わお、いいね。浅間山も見えるね。あ、ここら辺だ。きっとこの辺景色がいいと思う。きっと景色がいいはずだ。木が生えている。木が生えているね。ああ、おー、いい。いや、ほら、景色のいいところ。ああ、もうやっぱり景色のいいところ、やっぱ木が生えちゃってたんだね。ああ、くそ。残念。まあいいか。じゃあ、はい、塩の沢峠を通ります。通りました。で、ここですね。ここが先週まさに、あ、冬季通行止めになった。路面凍結のため。うっそ、なりますか。12月10日から4月20日までだって。そうか。ここがこの間、先週ですね、日曜日ここを通って、そしてそこ右に行ったのが、そのまだ走ったことないところ、行ったやったーって言ってたのはここの右ですね。で、大仁田ダムに出たんだけど、でそこをね、今度は左に、まあ、行きまして、下っていくわけですね。あとね、10分ほどでどうやら着くという、この何、あ、ホテルなのかな、なんか施設があって、そしてその先に、さあ、ここ、はい、到着。いないじゃん、いないじゃん、空いてんじゃん、ラッキー。すっごい太い。いただきます。さあ、じゃあ、はい、峠のうどん富士屋、うまかった。満足です。あー、満足です。食った、腹いっぱいだ。いやー、700円か、あれで。大変じゃないか。1000円ぐらい取ってもいいんじゃないか。いやー、食った、美味しかったです。よかった。おとといですね、勤労感謝の日はすごくたくさん来てですね、1時ぐらいに売り切れたと言ってましたね。で、今日は、まあ、バイクのお客さん、私で2人目だって言ってました。すごく、まあ、もうガラガラっていうかね、もうだから私だけでしたね、お客さんね。ちょっとびっくりしましたけど、まさか、ね、混んでると思ってたから。さあ、7度、ここは9度って書いてありますが、じゃあですね、ちょっと御巣鷹山展望台っていうところにですね、行けそうなんで、ちょっと Google 設定したら、いつもね、通行止めになってる印象なんだけど、行けそうなんで、ちょっと向かってみたいと思います。さあ、ここですね、国道の、299ですね、十国峠に行くんだけど、十国峠行こうかなと思ったけど、御巣鷹山展望台にとりあえず26分で着くということなんですが、向かっていきましょう。ああ、ここの谷間の、この日が当たってもうだいぶ葉っぱ落ちてるけど、もみじだけが輝いてますが、なかなか良いですね。2.0 度。そりゃそうだよな、どんどん上がってるもんな、マジでさ。
いや気持ちいいワインディングを楽しんでるけど、さすがにちょっとこれ以上上がるのはどうなのっていう気分にだんだんなってくる。ブドウ峠ってなんか覚えがあるんだよな。来た。今路面凍ってんのかなって一瞬見えて、その後に対向車が来たから戸惑った、ビビった。うわぁ 1.5 度、これ0度いっちゃうかな。でも峠の頂上付近は日が照ってるような感じもする。あと4分でその御巣鷹山展望台っつうとこに着くんだよね。すごいな。しかしまだ登ってくの。1度だよ、 1.0 度。なんとなく覚えがあるような気もする。寒0度だ、0度。あ、なんかこれ覚えあるな。あ、ここがそうなんだ。あ、ここなんか覚えあるわ。なんかできたな、多分。はあ。はい、ということで御巣鷹山展望台、気温0度。どれが御巣鷹山なんだろうかわからないけれど、あの辺かな。日光ジャンボ機が墜落したんですよね、この辺、この景色の中に。なんて言ったらいいのかね、もう言葉がないね、やっぱね。なんと言っていいのかな。さて、眺めました、景色を。この先行くとね、あの川上村っていう方に出て、で、あの川上脇岡林道から大だるみ峠っていうルートがね取れるんだよね。あ、長野県に出るんだこれ。へえ。ああ来たことあるわここ。ああ懐かしい。そうだそうだ。あ、ぶどう峠、はいはいはい。ああ来たことある、ここ。そうか、ここだったのか。このなんか東屋じゃないか、これお地蔵さんだ。であとこのベンチとね。ああここか、懐かしい。何回も来たわここ。何回もっていうほどのもんでもないかもしれないけど、長野はねもう終わりだと思ってたら、また一瞬だけど。20キロメートル道なりです。長野に入りましたが、もうね手袋外してるともう手がかじかんで大変なことになってくるので、来てるのでもうすでに、それでは、ここから帰り始めたいと思います。このまま下っていくとですね、あの西に行って本当にね、あの逆方向なんで、ここからはね、戻ります。はい、 1.5 度。止まっててもエンジンの熱を受けても 1.5 度っていうのはね、相当のやばさを表してますね。いやーでも嬉しい、よかった。なんかここを通れてすごい嬉しい。この景色なんか覚えてたけど、どこだったかなみたいな感じだったんだよね。ここだったのか。もう久しく来れてなかったから、ここ。でもそうだそうそう、何回かねここは通ってるんですよ。ああそうだったのか、ここだったのか。ぶどう峠、あ、うちの川の駅上の、川の駅上の、あ、こっちは閉まってるな。さあ上野村、ここのん、この辺の店でここで食ったのかな前、これなんか食った覚えがある。さあしばらくこの299を走っていきます。はい、道の駅上野。さあガソリンも満タンにしまして、そしてですね道の駅でちょっと温まりましたね。なんかすごい綺麗になってたね。あーすげえいい施設になってた。なんか木の製品をいっぱい販売してて、販売するコーナーっていうか、もうそれ専門の場所があって、端材とかもいっぱい置いてたし、DIY とかより、あと薪とかもあったしね。で、それとは別で道の駅の普通のお土産コーナーもあって、なかなかね、そこも良くて、ちょっとあの、なんかイノブタを使った料理がね、あのレストランの方で名物みたいなんですけど、
まあレストランはもう終わってたけども、イノブタ丼とかね、なんかそういうのは、イノブタフランクフルトっていうのがあってね、400円なんですよね。高いね。400円が100円引き300円だったんでね。一度食べると濃厚な味にやみつきになるイノブタフランクって書いてあって、乗せられましたけど、ちょろいみたいじゃないですか、これじゃね。まあ、そんなことはないはず。まあそんなわけでですね、イノブタフランクを買ってですね、家で温め直して食べようかなって思ってます。まあ今日の夜か明日の昼ぐらいにまでに食べようかなって思ってます。ということでこの後はね、もう4時15分になると、ちょっと予定がだいぶ押してしまいましたが、あとはもう帰ります。暗くなってきますので、動画はこの辺で終わりたいと思います。今日は、ちょっとね、さりげなく、というか何気なくで、ね、できた割に最高でした。ご視聴ありがとうございました。